カンマーシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのロート軍に属す、マチソン。この自治体は、以下の16の集落からなる。この町は、公式には17の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。カンマーシュタインが、初めて文献上で言及されるのは、1235年である。皇帝フリードリヒ2世は、 1235年にイタリアからドイツへやってくると、自らラームングス一世を名乗り、王領にラームングスでカーマーシュタイン城を建設した。公式には、この城はシュバーバッハ王領の新しい行政府として建設されたと記録されている。1241年にラームングスの司法権は、ニュルンベルクの帝国、ブティークラーを務めた映画のものとなった。彼は、 1260年に70歳で亡くなった。現在では、すでに跡形もなくなっているが、かつてここには重要な帝国城塞があった。なお、この城に関する我々の知見は、わずかに伝えられた絵画によるしかない。1461年に城は、バイエルン軍に破壊され、その後は、部分的に再建されただけであった。変境白の家臣である、この地の統治者は、 地方行政府をシュバーバフ派へ移転させたのだ。これ以後、カンマーシュタインは、ロートに、ラーティボルト城が完成するまでのわずかな間、ハイデンベルク周辺に広がる森での狩りの拠点として、用いられただけであった。さらなる崩壊は修復されなかった、30年戦争の際、この遺跡から、石が運び出され、城は完全に消失した。 それでも落雷で損傷した首都が残されていたが、1782年にアンスバッハの地方行政府は、この撤去を決定し、石材の再利用を妨げることはしなかった。カンマーシュタインは、1792年にアンスバッハ公領を引き継いだ、プロイセン王国の領土となった。さらに、1806年のパリ条約によって、バイエルン王国に編入された。 主にプロテスタントのルター派信者が多い。カンマーシュタインの町下会は14議席からなる。バルターシュネルズ柄、向かって、左は、金字に、中央の分割線によって、半分に切られた赤い爪やくちばしを持つ黒い和紙。向かって、右は、金字に、縦に3つ並んだ6本スポークの赤い車。カンマーシュタインには、アウトバーン A6 号及び、 連邦道 B466 号線が通っている。ありがとうございます。